プリングスの一戦です。おなじみのマイケル・バッハーです。And now, ladies and gentlemen, the action continues by way of Caesar's Atlantic City. From Top Rank Incorporated, along with your undisputed king of beers, Budweiser. This Bud's for you. This bout is sanctioned by the New Jersey State Athletic Control Board, Boxing Commissioner Larry Hazard, Sr., Commissioner, and the WBC President Jose Suleiman, supervisors at ringside Mario La Traverse.And Eduardo Lamazon. The three judges scoring this bout on a 10-point must system will be Malcolm Bulner, Jerry Roth, and John Stewart. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Tony Perez. And now, ladies and gentlemen, 12 rounds of boxing for the WBC Super Welterweight Championship of the World. Introducing first,Fighting out of the blue corner, wearing blue trimmed with white. He weighs 153.5 pounds and brings a record of 14 victories with 9 knockouts to his credit. Against 4 defeats and 1 draw, he comes to us from Brooklyn, New York. Ladies and gentlemen, here is the challenger, Brooklyn Keith Molly. この試合が2度目の世界挑戦になります。挑戦者、キース・ムリングス。And his opponent across the ring fighting out of the red corner. Wearing white, trimmed with red and black, and weighing 154 pounds. An outstanding professional record. 47 victories, including 31 by knockout. With 6 losses, he comes to us from Alpine, California. Ladies and gentlemen, presenting the 4-time world champion and reigning WBC super welterweight champion of the world, Terrible Terry Norris. この WBC のタイトルは6度目の防衛戦になります。チャンピオン、テリー・ノリスです。さあ浜さん、はい、このテリー・ノリス、はい、今現在注目されています。というのもこの後の試合出てまいります、デラフォーヤとやるという話もね、まあ、そうですね、伝わってきています。まあ、おかしなもんで、もう勝つ前提で、両者勝つ前提で言いますからね。そういう話が進んでますからね。勝って、そして次の試合盛り上げようということでしょうけど、はい、やっぱりノリスの豪快なノックアウト勝ちみたいところですね。ただキース・ブリングスもこれ前回のですね、世界タイトルマッチ初挑戦の時にラウル・マルケスの持つ IBF 狙ったんですけども、これがいい試合だったんですね。そうですね、だから勝って当たり前という選手を普通選ぶんですけどね、やっぱりアメリカというところはそういう相手はお客さんが納得しないんですね。スーパーファイトを作りますよね。やっぱりこの試合を勝ってそれで、次の試合というふうに持ってきますね。アメリカニュージャージー州アトランティックシティにありますコンベンションホール。さあ WBC 世界ジュニアミドル級タイトルマッチ12回戦試合が始まりました。赤と白のトランクスがテリブルという異名を持っています、テリー・ノリス。これが6度目の防衛戦です。そして挑戦者がキース・ムリングス、青のトランクスです。香川さんはこの試合どの辺に興味を置いてますか？そうですね、ノリスは本来なら今年はフェリックス・トリニダードという IBF の世界チャンピオンですね、その挑戦を受けるはずだったわけですよね。ただビッグマッチでデラフォーヤとやった方が金が儲かるということで、無理やりデラフォーヤに挑戦をねじ込んだ節がありますので、はいはい、やっぱりこの試合をカッと勝たないことには待っているトリニダードにも申し訳ないというような形になるんじゃないかと思います、まあ、その辺は十分頭に置いてテリー・ノリス戦っているでしょう。左を出していきます。キース・ムリングスも3ヶ月前にタイトルマッチを行ったばかりですが、早くもこのチャンスを与えられています。遠くから見ると2人よく似ているでしょうね。そうですね、遠目にはよく似ています。キース・ムリングスがこれがちょうどプロのキャリア20戦目になります。青のトランクス14勝 9KO4 敗1分けです。現在のランキングは12位。ジュニアミドルにしては2人とも小柄な方ですよね。あ、そうですね、なくて、まあ、その意味もあって、ノリスは本来上に階級を上げていくはずが1階級下に落とすわけですから、今度上に階級を、なんか来年の1月にはここに勝てばもうノンタイトル戦で組んであると、はい、はい、ウェルター級のリミットでタイトル返上するみたいですけど、左を出していきますテリーノリですから、このタイトルマッチは是が非でも防衛していかなければなりません。現在もう30歳になりましたテリーノリス。
まあ、浜さん、なんといっても、はい、シュガー・レイ・レナードに引導を渡したということがね、まあ、一般の方には知られているかもしれません。ね、やっぱり6年ぐらいになりますかね。そうですね。6年間本当に世界のトップを守り続けてますよ ね。左を出していきました。これが54戦目になります。チャンピオンのノリス、47勝6敗 31KO です。ロナルド・カリーにも勝ってるんですよね。そうですね。そういう意味ではまだ大きな試合に勝ってる割にはアクセントがないキャリアとして思われてるのかもしれないですね。デラフォーヤに勝ちたいと、そこから来たのかもしれないですね。知りませんね。浜さん、ここまで第1ラウンドどう両者映りましたか。はい、両方ともスピードあって調子はいいですね。はい、そしてムリングスの方が、気合入ってますよ。ああ、そうですか。あの気合入ってるというとやっぱり、一発大きいの当ててやろうというところがありますね。19試合という、まあ、プロとしては短いキャリアなんですが、14勝のうち9つの KO 勝ちがあります。ヒース・ムリングス、ボディ落ちます。まあ、ノリスのスピードありますけど、はい、ムリングスのディフェンスもいいですね。あ、そうですか。はい、ここでゴングです。 WBC 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ、テリー・ノリス対ヒース・ムリングス、第1ラウンド終了しました。浜さん、どうでしょう。このラウンド、ムリングスの10対9です。挑戦者につきました。挑戦者ムリングスは2度目の防衛、世界挑戦です。こちらがチャンピオンのコーナーです。ホーリン・ノリスシニアと出ています。これはお父さんです、テリー・ノリス。まあ、ここもボクシング一家でありまして、ノリスのすぐ上のお兄さんもチャンピオンになっておりました。一時は浜さん、同時期に世界チャンピオンね、ついた時ありましたね。その時は確か史上初じゃなかったですかね。クルーザーのチャンピオンです。そしてこちらが挑戦者、ヒース・ムリングスです。まあ、先ほどもちょっと言ったんですが、今年の9月13日に、IBF のチャンピオン、ラウル・マルケスを持ちます、タイトルに挑戦したんですが、スプリットデシジョンで敗れています。まあ、試合をかなり押してたんですけれども、もったいない試合でしたね。そうですね。本人はもう絶対勝ったと思ったそうです。倒せるチャンスもありましたからね。その試合後の談話ではやっぱりノックアウトしなければいけなかったのかなと振り返っていました。反省していました。キース・ムリングス飛びかかっています。このムリングスって選手は昔はアサシン、暗殺者っていうあだ名があったんですけど、はいはい、この試合からなんかブルックリン・キース・ムリングスって言われてあだ名が変わったみたいですけど、そういう意味では暗殺者というほどには決め手に欠ける選手だと思うんですよね。そこがマルケス戦でもちょっと出ちゃったかなと。右カウンターを取ります。青のトランクス、ムリングス。香川さん悔しいですね。さすがですね。もうオタクですから城小泉さんに育ててもらったようなもんですから。いやジョーさん、フィリピンでこの声聞こえて、フィリピンまではすいません届きませんね。わわわ世界のタイトルマッチをこのようにお送りしています。さあ、これもっと右を打ち下ろしていきます。テリーノリス、1ラウンド目の後半からノリス出てきましたね。はい、左を出します。ノリスの一番いい、形というのは浜さん、どういう形でしょう。まあ、やっぱり、この選手は離れてもできる選手ですけどね、ここ最近、まあ、最近だともう3、4年になりますけどね、打っていくスタイルに変わってきましたよね。どうしてもやっぱり、お客さんに見せようというところがありますね。ボイブロプレッシャーをかけていきます。右を左に吹く、左右の回転が早いですね。早いですね。そしてアッパー、インサイドから無理に返しますが、手数ではチャンピオンは上がっています。ノリス、いやノリス力んでますよ。はい、今日のノリス今一つ右が伸びてないですね。もっといつもスピーディーな右差し込む感じがあるんですけど。あ、そうですね。逆にムリングスの左が伸びます。ムリングスは29歳です。まだダウンの経験がありません。タフなファイターと聞きます、ヒース・ムリングス。まあ、その分なんでかというとディフェンスがしっかりしてますから、はい、そして体が柔らかいですね。あ、やっぱりノリスは、まあ、いい勝ち方して当たり前というのが気持ちがあるでしょうから、やっぱり力いっぱい打ってますよ。うん、なるほどね。その分やっぱり体膠着してますね。あーと右のストレートインサイドから返してきます。ダッキング、ムリングス状態をかわしながら左右に振りながら入っていきます。だんだんちょっと力入ってるんで足もガチガチと固まってきてますね。あ、まあ、当たればいいんですけどね。ノリスがですか。はい、そうです、そうです。
当たればいいですけど、打たれるとまた効くんですね、こういった状態っていうのは。だからノックアウトしようというとリスクもつきものですね。レフェリーのトニー・ペレスが両者を分けました。第2ラウンドあとわずかです。下半身硬いですよね。硬いですね。ゴングです。第2ラウンド終えています。このラウンド10対9ノリスです。チャンピオンが取りました。次の試合に出てまいります。挑戦者のリベラです。サングラスしてますね。余裕の表情を見せています。ウィルフレド・リベラ、プエルトリカンです。28歳、現在のランキングは4位です。浜さん、この表情どう見ます？余裕なんですかね。デラフォーヤとやれる嬉しさなんですかね。そういうふうに見えますね。まあ、その表情に出てくるかどうか別としましたが、香川さん、確かにデラフォーヤできるというのはこれ非常に嬉しいものあるでしょうね。できないですからね。ビッグイベントになりますからね。こちらがチャンピオンのテリー・ノリス。まあ、本来はウィテカーに俺は勝ってたんだっていう自信なのかもしれないですね。チャンピオンとして統一戦臨むつもりぐらいのつもりでやってるのかもしれないですね。まあ、この後の一番も大一番になることはおそらく間違いないでしょう。 WBC の世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ12回戦第3ラウンドに入りました。まあ、おそらくという話なんですけれども、この興行のプロモーターのボブ・アラムが語ったところによりますと、次の試合もしテリー・ノリスが順調にデラフォーヤ戦にこぎつけるならば 4.5 ミリオンの、まあ、マネーが得られるだろうと言っていますから、日本円で、まあ、単純に100円かけてもですね、これ4億5000万ですからね。それだけのビッグマッチが用意されています。ですからノリスとしても硬くなるといいますか、気合が入るのも分かります。分かりますね。それにつなげなければ、ね、いけないわけです。単なる防衛戦ではありません。赤のトランクス、赤と白のトランクス、テリー・ノリス。仮にデラフォーヤとノリスがやると仮定した場合、やっぱりデラフォーヤ早いですからね。こういうジャブの付き合いで打ち負けてるような雰囲気だったら危ないですね、ノリスは。言えてみます。おっと、ちょっと場内で喧嘩なりか起こったようです。よくありますね、アメリカは。もう絶対試合見なくなっちゃうんですよね、アメリカの、ね、なんですよね、お客さんとの試合で。この瞬間だってノックアウトシーン、ね、見逃すかもしれません。逃げ出していきます。お手黒払うような感じで打ち込んでいきます。キース・ムリングス、今度はムリングスいいですね。青のトランクス挑戦者キース・ムリングス。ムリングスとしてやっぱもう一つ分距離を詰めたいですね。押し返ってきます。セガズ半スピードあります。明らかに、倒そうという気持ちが強いところありますね。左を回してきました。しかし右ハーフです。さすがダウンの経験がありません挑戦者キース・ムリングス。まあ、このテリー・ノリスが先ほどトリニダードのとの対戦を嫌ったと、まあ、避けたという見方もあるんですけれども、そういう話がありました。この試合でもしキース・ムリングスが挑戦者が勝つようなことがあると、おそらくトリニダードと戦うことになるだろうと、このトップランク者プロモーターのボブ・アラムさんは言っています。キース・ムリングスではまだデラフォーヤ戦は用意されないということになるんでしょうね。まあ、本人もこのクラスですからね。なかなかノリスも実績ありますからね。何かノリスが勝てばノリスはタイトル返上して、はい、でトリニダードがその後、認定チャンピオンになるという噂もありますね。前1位のトロイ・ウォータースをナックアウトしてるんで、あ、なるほどね、そのままスライドして認定されると。第3ラウンド終了です。このラウンドノリスの10対9です。ご覧のような大きな会場で行われています。シートは1万5000を超えます。これは現在の映像ではないと思います。もうこんな直前にバンデージ巻いてるわけないですから、ね、これデラフォーヤですね。そうなる、デラフォーヤ、まあ、しばらく前の映像だと思われます。3ラウンド終わった時点だと普通だと動いてる最中ですよね。まだそういった感じありませんからね。
ちょっと前の映像でしょう。なかなか日本の世界タイトルマッチだとこういうところは見れないじゃないですか。バンテージを巻くところっていうのは映像としては、そうですね。海外特にアメリカではあのドレッシングルーム控室はね、貴重な映像です。この表情どう見ますか、浜田さん。いや、あ、本当に、リラックス余裕あるなっていう感じしますね。なんかこう普通という感じしますね。本当そうですね。さあ第4ラウンドです。名イベントの前の一つ前のカードです。 WBC 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ、ノリス対ムリングス。テリー・ノリスはロサンゼルス近郊にありますビッグベアでハードトレーニングを積んできたと語っています。まあ、ムリングスのそのファイターとしての強さを認めています。だからこの試合は特別にハードな練習をしたんだと言っています。調子もいい。まあ、これは今日はすごい試合になるから瞬きをしないようにと、もしかしたら決定的瞬間を見損なうかもしれないと、こういうことを言っています、テリー・ノリス。確かに浜田さん、テリー・ノリスの試合そういう試合瞬間がありますよね。あのノリスは、まあ、あの負けるともそうですけどね、勝つときは本当に豪快ですからね。ボディブローを入れていきます。ここ2試合ノンタイトル戦が続いています。テリー・ノリス、ボディブロー。まあ、あ、私から見るとこれだけの実力がありながら人気がまだ盛り上がれないのはなんでかなというふうにいつも思うんですよね。実績も申し分ないですね。ないですよね。確かにそうですよね。左を出していきます。アッパーつけん、ワンツーを返しました。ムリングス、おとがえます。ディフェンスいいですね。ブロックいいですよ。前回のラウル・マルケスとの試合と比べてどうです？今回やっぱり相手が違うんですね。何とも比べられない。まあ、マルケスとはもう一押しの、なんていうんですかね、あの豪快さありますけどね、はい、やっぱりノリス相手だとやっぱり守る気持ちも分かる ところなんですね。また同タイプだけに難しいところもあるんでしょうね、この2人は。なるほどね。似てるタイプなんで、それだけにノリスとしてはやっぱり1枚角が上だってことを見せるためにもちょっとアクセントつけていきたいですね。もっと強弱で打っていくとか。今なんかなんとなく巻き込まれている雰囲気ですからね。距離はしかしだいぶ詰まりました。今ストレートから左を返していきます。ノリス、これだけ、固く打って、続けると疲れてきますよ。まあ、今の感じで少し、リラックスした打ち方だとスムーズに回転するんですけどね。足を使います。今日の感じだとアウトボクシングした方がいいかもしれないですね、ノリスは。まあ、やっぱりデルホヤが次に控えてるんで力む気持ち分かりますけどね。試合前の掛け率、まあ、海外ではこういうスポーツブックがありまして、掛けを行っているんですが、6対1でノリスが有利と出ています。ここでゴングです。まあ、6対1というのは浜さん、まあ、ノリスからしたら妥当な数字でしょうね。まあ、ノリスからすると妥当でしょうね。このラウンドノリスの10対9です。はい、第1ラウンドこそ挑戦者が取りましたが、2ラウンドから4ラウンドまでノリスが制しています。これ左の前のあたり、エンスウェルで冷やしてます。ちょっと腫れを心配してるんでしょうか。まあ、予防もあるんですよ ね。まあ、その辺はね、小泉さんがよく語るところですけれども、事前に冷やすということもあるようです。こちらがムリングス。まあ、前回の本当の IBF のタイトルマッチの方はマルケス戦、まあ、私にとってはこれは克服しなければいけない、まあ、試練なんだったんだろうと語っています。そしてそれを克服したからこそこのタイトルマッチがすぐに生まれたわけだと、報われたわけだと、こう語っていますキース・ムリングス。確かにこう違う団体でそうすぐさまねタイトルマッチが組まれるのはそうないことですよね。ないですね。ムリングスのこのプロのキャリアはここでスタートしています。ニュージャージー州でスタートしています。ここでタイトルマッチを行えることを非常に光栄だと話していますキース・ムリングス。青のトランクス。ノリスは身長が178センチ、ムリングス177センチ、1センチチャンピオンが回っています。おーと左突き上げるような感じでこう捉えました。ノリスがロープに詰まるとヒヤヒヤしますよね。
ノリスの場合打たれるときなんでヒヤヒヤするかというと硬い状態で打たれるんですね。だから効き方が相手のパンチをもろに受けてしまうんですね。少し柔らかさがあるとパンチ殺せるんですけどね。以前はもう少し柔らかかったかなという気もするんですけどね。ただここ3、4年やっぱり倒しにかかってますからね。そうするんで全体に力入って体が硬くなってますよね。左足ついてきます。おっと、目を離すことができません。右のダブル、上から下2つも入りました。あー、ロープに詰まります。チャンピオンノリス、左ダブルから連打します。浜さん、恐れますね。プレッシャーかけられてますね。ですね、やっぱり1ラウンドから打ちっぱなしですよね。それで打ち方が全体、体全体に力入ってるんで、ムリングスとの比較すると疲れ方が倍になるわけですよ。同じパズ、パンチの数で打っているにしてもですね。逆にムリングスの方は川さん、なんかやりやすそうな感じで前調子に乗ってきたような感じがしますね。そうですね、状態を小刻みにノリスの方が非常に、逆に言えば無駄な運動量っていうのかな、そういう感じで割と動かして、この割には自分は食ってないっていう自信があるんじゃないですかね。なるほどね。逆に言えばノリスの方もムリングスのパンチは大したことないということである程度受け流しているところはあるかもしれないですね。レフェリーのトニー・ペレスが入るシーンが多くなってまいりました。左フック挑戦者、93年の7月、ウェイン・シャープ相手に2ラウンド TKO 勝ちでプロデビューを飾りました。青のトランクス、ムリングス以来19戦14勝。ノリスやっぱり足硬いですね。毎1ラウンド目のリズムというのは本当大事ですね。そのままね、よく引きずるケースありますね。引きずってきてますね。さっきのラウンドから少しリラックスしようという気はありますけど、やっぱりまだ硬いですよ。ムリングス、最後はインサイド。このラウンドムリングスの10対9です。ムリングスの10対9、はい、インサイドからパンチを入れていました。ちょっとざわついています。ブーイングにも聞かれます。コンベンションホール、ご覧のようにまだまだメインの前ですからいっぱいという感じにはなっていませんが、それでもこの数です。いや、相当入りますからね。数々の素晴らしい試合がここでも行われました。このワーワーエキサイトマッチでも、常に素晴らしい試合をお伝えしていますが、以前は浜田さん、はい、このコンベンションホールかなり頻繁にビッグマッチ、皆さんに、ね、ご覧いただいたんですが、最近はラスベガスに移りましたね。そうですね、タイソンの試合を中心にあちらでかなりありましたからね。5、6年前だと半分半分ぐらいじゃなかったですかね。全部多かったですけどね。タイソンが繰り広げました数々の激闘、あるいは最後の、ね、事件に至る、試合もお届けしてまいりましたし、中央級のチャベスの試合などを中心にも、熱戦の数々をご覧いただいています。今日は、中量級と言っていいでしょう、 WBC 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ、まずはご覧いただいています。それから下はストローから上はヘビーまで17階級ありますが、いろいろな浜さん、今年1年もありましたね、はい、素晴らしい ね、 ありましたね。試合がこういうのは止まらないですね。マッチを出します。こういうのが持ち味ですよね、ノリスは。そうなんですよ、本当は。ただやっぱりここ最近、自分で人気を意識しているのが全部倒しにかかるボクシングですよね。もともと打つこと、そして離れること両方できる選手ですね、この選手は。ただやっぱり前半のリズムが本当大事で、前半リズムがやっぱりまだ切り替わってないですね。これは走り込んでなかったりとか、そういうことで下半身がブラブラするってことでもないんですか。ですね、ちょっと難しいところで、練習仮にやりすぎた場合ですね、はい、練習不足と同じ結果が出るんですよ。あれ走ってないなと思ったら逆に走りすぎてた可能性もあるんですね。落ちてきましたが、インサイドから打ち返すキース・ムリングス。だから練習で苦しい時に相手も苦しいんだと常に思いながらやるのは普通なんですけどね、その場合にどっからがやりすぎかっていうのも難しいところですね。そういうところでトレーナーの力の見せどころでしょうね。
まあ、ノリスの場合はね、あの親子だかと言いましょうか、お父さんなんですよ ね、ずっとここまでプロのキャリアを一緒に歩んでまいりました、テリー・ノリス。まあ、ただいま香川さん の、走り込み不足というのはノリスに関してはこれだけのキャリアのある選手ですからないと思いますけどね、うん。WBC のオート試合をお伝えしています。まあ、全体的にやっぱり右の伸びが甘いですよね。今日はいつももっと右が先行のようなストレートが、うん、右そして左フックは強いですよ。この選手はガードの間こじ開けるような打ち抜く感じの雰囲気があるんですけどね、いまいち届いてないなっていう雰囲気ですかね。右構えの選手が右を思いっきり打つということは相当スタミナ使うんですよ。だから疲れれば疲れるほど右は打ちにくくなりますね。普段の方も逆にひねって思いっきり体重を前に乗せますからね。この動作っていうのは何回もやると疲れるんですよ。ミナパチャンピオンノリス、まもなく第6ラウンドも終了です。オーランドかなり足を使っています。ノリス、コタゴング、おーとちょっとびっくりする一瞬です。このラウンドノリスの実体9ではありますけど、はい、リズムペースはノリス良くないですね。かなりブーイングですね。ブーイングですね。これはやっぱりすぐ来ますからね。今の足の使い方でもぴょんぴょん跳ねながらいいリズムではないですよ。海外特にアメリカの試合ではすぐに今金田さんがおっしゃったようにお客さんからの反応があります。もうはっきりと分かりますブーイングですからね。現地で聞くとこれの5倍もうすごい本当にブーイングだと、もうこう天井から降ってくるようなブーイングですからね。現地の中に行ったらやってられないなっていうぐらいすごいブーイングですからね。まあ浜田さんも海外でね、はい、そういった試合の経験はありますけれども、本当に選手に対する特によそ者に対する攻撃というのはすごいものがありますね。まあ、だからこういうところで、まあ、こういった場所で勝ち抜いてくるというのはやっぱり強くなりますよ。まさにテリー・ノリスがそれでありましょう。これが54戦目のキャリアです。第7試合しかしボーイングを浴びながらもどうしようもない状況というのはあるでしょうね。浜田さん、ありますけどね。ただやっぱり勝ち抜いてる生き残ってくる選手というのはこういった状況みんな勝ってきてますからね。なるほどとやっぱり納得しますよね。ああいった状況で勝つんだからどこの国に行っても強いはずだと。まあ、どっちかというと日本のお客さんは親切なんですけどね。ブーイングといえばラリー・ホームズを僕はいつも思い出すんですけど、はいはい、アリのコピーと言われてジャブをつきまくって印象が悪かった割にはやっぱりずっとチャンピオンで偉大な王者になりましたからね。今日この会場来てますね。そういえばリングサイド、ちょうどもしかしたら映像が捉えましたらご紹介したいと思いますがリングサイドにはおります。まだ引退しないみたいですよ、おっとバランスを崩します。浜田さん、このラウンドはかなりプレッシャーかかりますね。打ちに来ましたね。逆に足を使う5ラウンド、6ラウンド目の状況から見ると逆に打ち合った方がいいと思いますね。これ中途半端にリズムの悪い動き方すると逆にペース乱れますよ。はい、どっちかにさせたいですよね。まあ、打ち合えば強い選手ではありますけどね、もともと会場が敏感に反応しています。ざわついています。確かに全般を通じて今日はチャンピオンノリスらしくない展開になっています。やっぱりですね、次に控えてるデラホーヤを意識ズームしてると思いますからね。これはデラホーヤからの目に見えないプレッシャーなのかもしれませんね。ちょっと低いか、何の注意もありません。ホリフィールドとやる直前にタイソンがバスター・ダグラスに負けた例もありますからね。右を出します。左から押していきますがパンチをもらいます。よくもらっています。今日ノリスチャンピオン、ノリス疲れてきましたね。そうですか、はい、これちょっとリズム悪いですね。回転力のある選手なのであんまり後手後手に回ることはなかったんですけど、ワンツーです。
今ラウンド前半から打ってはいってますけど、この打ち方、おーと、また顎にもらいました。危ない。ボディブローです。さあ挑戦者、2度目の世界挑戦なんですが、この2度目でこのテリーノリスを下してチャンピオンになることができますか。早めにノックアウトをしておきたいところですね。3発の一発返される、その一発が割とフィニッシュと食ってますね。そうですね。ゴングです。第7ラウンド終了。最初からノリスよく攻めは行ったんですけど、攻めたら全部返されましたね。ムリムスの実体9です。挑戦者が奪っています。これは現在のウェルター級の3団体の選手ですね。アイフクオーティ、そして最後から話があります、フェリックス・トリニダードに、さらに一番左がゴールデンボーイ、オスカー・デラフォーヤ。みんな強い選手ですね。ここはとんでもなく強いですね、頂上が本当に。さらにウィルフレド・リベラ、オバカー、パーデル・ウィティカー、ホセ・ルイス・ロペス。このロペスがこの前クオーティと引き分けたんですよね。こういったね、なんて言いましょう、多士生成と言いましょうか、素晴らしい顔ぶれです。ということはウェルター級が現在はかなり面白いクラスだというのは言えますよね。一番強豪が揃ってるクラスとも言えるんじゃないですかね。強豪の数が多いというんですかね。はい、僕は子供の頃やっぱレナード、デュラン、ハンズっていうウェルター級の選手たちが輝いて見えたのと同じような強い状況になってるんじゃないですかね今。黄金の80年代ですよね。さあ第8ラウンドに入ります。随分距離を取ります。この辺が中途半端ですよね。距離取るとしたラウンドがあったり、打ち合っちゃうラウンドがあったり、だから、まあ、セコンドの指示もあると思うんですけどね、やっぱり、セコンド迷ってしまうの分かりますね。打っても相手にブロックされて打ち切れない、かといって、足を使ってしまうとリズムが悪い、だからこれをやってみたら、あれをやってみたら、セコンド迷うところでしょうね。ラリー・ホームズがちょうど今ノリスの影になっています。向こう側にいます。おっと、バランスを崩します。まあ、今日のノリスはトレーナーから見ても絶対にバランスが悪いって分かってると思いますからね。トレーナーの方もあれこれ試さなきゃって焦ってるんですかね。非常にガクガクしたシーンを頻繁に見せています。チャンピオンのテリー・ノリス、丁寧に左を出します。ムリングス、ワンツー、チャンピオン、コンビネーションを使います。ノリスさん、確かに膝がガクガクするところよく今日は目に映るんですけどね。そうですね。普段はこれは打たれて効いた場合にノリスそういった状況があるんですけどね。ありますね。ただ今日は前半からそういった状況があるので、力みすぎのところありますね。あ、そう出します。やっぱり一番目にラウンドのリズムって大事ですね。右へ弾かれました。この上側で放送したアレックス・リオス戦とかトロイ・ウォーター戦とかガクガクしながらも最後にはやっぱ打ち込んで勝ってますから ね。 そうですね。逆転の試合と出ていくところ、簡単になりました。本来の攻撃力が出れば問題ないとは思うんですけど、なかなか、バランスを崩します。今ラウンド前半動きに、ちょっと危ないですね。ロープに詰まります。動きに入ったんですけど、ちょっと動いても中途半端というか、うまく動けない。それで知らず知らずのうちに打ち合いになっちまってるんですね。決めたね。ダウン、ダウンです。右のストレート、打ち抜きましたね。アゴにヒットしました。チャンピオンダウンです。いや食ってしまったなという状況ですね。今の表情を見てしまうと、いや今日のガクガクした足で、この間切れることができませんでした。さあまだあと30秒近くあります。第8ラウンド聞いてはいますけど、表情を見ると、疲れからの疲労からのダメージですね。ロープに押されます。右のショート、いいパンチです。ノリスチャンピオンも返します。もっと打ちたいですね。チャンピオンは危ういラウンドを作っています。あと10秒、左を出しました。あと右のクロス、あっと入ってない。あと右、左を返します。効いてますね。防戦一本になります。効いてますね。ここで第8ラウンド終了です。効いてますね。これこのラウンドは鼻血出しましたか。出てますね。10対8ですね。ダウンがありました。チャンピオンテリー・ノリス、挑戦者の10対8。これがあるんですよ。いや、まあここで負けてしまったらデルホエ戦ないですからね。そうなんですよね。まあ、ないとは言い切れないかもしれませんけども、価値がなくなってしまいますからね。
現在6連続のスタート勝ち。どうでしょう、いいパンチですね。これショットガンで打ち抜いたような感じですよね。まっすぐ顎に入りましたね。なんとか相手に捕まろうとしたんですけれども、食ってしまいましたな。完全に後頭部触れてますからね、これね、かなりのダメージあったでしょう。ブーイングも静かになっちゃいましたね、すごいあまりの展開に。さあ、第9ラウンドです。お客さんもびっくりしてるでしょう、今ステップ軽く使う、あっとまだ浜さんこれ効いてるんです、足に効いてますね、だいぶね、効いてるんです。これは回復するのか、あおっとっと、あおっとっと、完全にいいピッチャー、あ効いた、あロープに下がります、チャンピオンロープに下がります、右をそろそろ左を返す、レッドします、危ないですね、いや効いてますね。レフェリーはチャンピオンを見ています。うっ、いやまだ実行されます、まだです、ノリスにどれだけ、力残ってるか、非常に危ういラウンドを作っています。ちょっと裏突きます、左を返しました、効いてますね、こうだい、さあ連打します、挑戦者、危ない、危ない、あれレフェリー、ここでストップです、試合終了です。テニー・ノリス、王座転落です。予定通りかもですね。ボクシングは何が起こるか分かんないですね、本当に。いやー、キース・ムリングスが新チャンピオンになりました。大喜びのリングサイド関係者でしょう。大金でもかけてたんでしょうかね。かもしれませんね。いやー、まだ興奮が収まりません、キース・ムリングス。いやー、番狂わせですね、これ。これで先ほどから話しています、この後にゴールデンボーイオスカー・デラホーヤが出てくるわけですが、まだデラホーヤの試合が終わったわけではないんですけれども、このカードは可能性がもう極端に低くなりました。いやー、これこそ素晴らしいカードと思っていたんですけれども、その可能性はかなり低くなったことになります。なんと一方のテリー・ノリスが陥落してしまいました。最初の8ラウンドのダウンの直前もロープ際でちょっと不注意でしたからね、バタバタ危ないタイミングで、やっぱりバランスが悪い日っていうのは取り戻せないもんなんですね、前半のリズムは戻らないままになってしまいましたね。これグリングスのお母さんかもしれませんね、ん奥さんかなちょっと今遠目だったんで、それは断言はできませんねハイタッチを行っています。いやまだキース・ウィングス本人は興奮が冷めきりません。いや浜さん分かりますよね、このね、それはもうほらすごいパンチです。まあノリスは危ない場面から逆転のカットするところよくあるんで、まだ望みは持ってたんですけどね、次のデラフォーヤはちょっと心配になりますね。え、というのは、いや、まあ、レーサー反応という意味ですか。ああよくありますからね、そういうのね、そういうのはバンクロワスの後には必ずバンクロワスが来ます。現在で KO が続くとそのままずっと1ラウンドで終わっちゃうとか、ね、ありますね。これはもうストップはしょうがないですね。しょうがないですね、レフリーによってはもっと早く止めるレフリーさえね、おそらくいたでしょう。ただ次デラフォーヤとやることほぼ決まってますからね。なるほど、これ止めるわけにいかんなというのもレフリーの気持ちあったと思いますよ。はい、9ラウンド2分40失礼、9ラウンド51秒ですね。9ラウンド51秒、王座交代劇が見られました。まずじゃあお客様の香川さん、はい、どういう印象でしょう。いやボクシングは何が起こるか分かんないですね本当にですよね、まさか負けるなんて思わなかったし、もったいないですね。ちょっとデラホーヤとの戦い見たか、まだまだ消えたわけじゃないですけど、見たかったかなっていう気はしますかね。まあノリスですから最初は失格負けとか過去にありましたし、意外な面はよく見せる選手ですからね。ただここまで閣下に負けたのは本当久しぶりだと思うんですよね。もちろんルイス・サンタネには反則負けありましたけど、倒されしきられて負けたっていうのはサイモン・ブラウンにもつまずいたことありましたけど、本当に初めてじゃないかと思うんで、完璧な負けですからね。浜さんどうでした。まあ、やっぱりデラホーヤのことが意識強すぎたかなという感じしますね。まあこの1試合で判断するのもちょっと難しいんですけど、考えてみるとレナードに勝ったのが6年7年ぐらいになるんですかね、はいはい、
随分疲れ残ったのかなという感じしますね、この試合見てしまうとですね。まずね、30歳なんですけどもね、ちょっとこれからテリーノリスの巻き返しあるのかどうか、その辺注目してみたいと思います。以上 WBC 世界ジュニアミドル級タイトルマッチは、新しいチャンピオンが誕生しています。キース・ムリングスが新しいチャンピオンとなりました。